こんにちは、タコチャンズのタコミです。本日は泳がせ釣りの仕掛けを自作していきたいと思います。まずはじめに本日作る予定の仕掛けをご紹介します。本日はこちらのノーシンカー仕掛けという仕掛けとエレベーター仕掛けという仕掛けの2種類を作っていきたいと思います。それぞれ簡単にご説明します。まず、こちらのノーシンカー仕掛けにつきましては、その名の通り、仕掛けの中に重りが入らない、ものになります。こちらは竿から出ているメインラインに対して、サルカンで、針をつけた仕掛けを結びます。そして、重りなしでそのまま針を餌の魚につけます。でこちらのメリットとしては、重りがないので魚が自由に泳ぎ回ることができて、広範囲を探ることができます。また重りがないので餌の魚が弱りづらいというメリットもあります。一方で、フリーにどこまでも走れてしまうので、釣り人が多い釣り場などでは、トラブルの原因になってしまいます。また魚の気分次第でどこに泳いでいくかわからないので、狙っている層に魚が泳いでいかないとなかなか釣れないということがデメリットとして挙げられます。一方でこちらのエレベーター仕掛けというのは半誘導のような仕掛けになります。竿から出ているメインラインに対して、サルカンでステイトを結んだ重りをつけます。そして、針をつけた仕掛けはスナップ付きサルカンでメインラインに対してスナップの部分を通すという仕掛けになります。でこの通したスナップの部分が誘導式になっていて、ある程度の範囲を魚が泳ぎ回ることができます。でこちらのメリットとしては仕掛けがあるので、ある程度範囲を狭めた上で誘導式の、範囲が探れるという点になります。ノーシンカー仕掛けに比べてある程度範囲を狭められるので、トラブルの原因は少なくなると思われます。また、重りからサルカンまでの距離を調整することで、ある程度自分の狙いたい範囲に絞ることができます。一方で、重りがついているというところから、根掛かりのリスクはノーシンカー仕掛けに比べると高まります。今回はこちらの特徴が異なる2つの仕掛けを作っていきたいと思います。はい、それではまずこちらのノーシンカー仕掛けから作っていきたいと思います。まず必要なものからご紹介します。こちら今回は、船ハリスの8号を使って作ります。そして針は大物狙いということで、かなり大きめの20号の6つ針を使います。で今回針も、糸も太くてごついものを使うので、こちらの缶付きというタイプの針を使っていきます。そして、サルカンですね。こちらは針の強度に負けないしっかりしたものを選んでください。そしてハサミと、あとあるとすごく便利なのがこちらの監視になります。糸が太くなるほど締め込みがやりづらくなってきますので、こちらの監視はあると非常に便利です。それでは早速作っていきます。まず糸の長さなんですけれども、こちらは、ここからここまでの長さですね。もともとフリーで泳いでいける仕掛けなので、あまり長さはこだわらずに作っても大丈夫かなと思うのですが、今回はだいたい一広くらいの長さで作ろうと思います。一広でちょっと余裕を持った状態で糸を切ります。そしてまずはじめに先端に針を結んでいきます。今回針と糸は外掛け結びという結び方で結んでいきます。
外掛け結びではまず糸の先端を貫付きの貫に針の針側から通して外側に出します。そして、ある程度の長さで先端を折り返します。でこの後こちらの通した糸と針を巻き込むようにして糸をこう結んで5回から6回ほど結んでいくので、それが足りるくらいの長さで折り返してください。で折り返した先端を持ってこちらの通した糸と針を巻き込むような形で5回から6回ほど巻きつけていきます。で巻きつける際はちょっと糸を引きながら強めに締め込みながら巻き込んでいきます。でこの時、巻きつけた糸が重なったり黒くすしたりすることがないように気をつけてください。はい、このような形で巻けていたら OK です。で終わりましたらこちらの先端を最初に折り返してた時にできた輪っかに通します。通した糸とこちらの貫付きの貫のから出ている糸を引っ張って軽く締めます。で軽く締まったら鉗子でこちらの糸の先端を掴んで固定してしっかりと締め込んでいきます。糸が太いと締め込みが甘くなってしまいがちですので、すごくしっかり締め込んじゃってください。はい、でこのように結べていたら OK です。で一応この糸が缶の内側から出てる、ちゃんと内側から出ていることを確認して最後に余った糸を切ります。これで外掛け結びが完成です。はい、それでは、針を結んだ逆側の先端にこちらの、サルカンを結んでいきます。でサルカンと糸についてはダブルクリンチノットという結び方で結んでいきます。ダブルクリンチノットではまず針の、糸の先端をサルカンの輪っかに一度通します。そして通した糸の先端をさらにもう一度輪っかに通します。で2回通しましたらこの糸の先端を本線に対して巻き込むような形で5回から6回ほど巻いていきます。はい、巻けましたらこちらの糸を最初に通してできた輪っかの中に通します。そしてさらに、巻きつけた際にできた輪っかの一番最初の輪っかに糸の先端を通します。そして、通した糸の先端と本線を持ってゆっくりと締め込んでいきます。でこちらを締め込んでいく際は、熱が発生して糸が弱くなってしまう原因になりますので、締め込む前に軽く糸を湿らせてから行ってください。湿らせましたので締め込んでいきます。ある程度締まったら鉗子で糸の先端を固定して強く締め込んでいってください。こちらで完成です。でこの時この辺の糸のよれが少なければ透けないほど糸にダメージが少なく結べていきます。で最後にもう一度強く締まっているかどうかを確認して、はい、問題なければ糸を切ります。こんな感じですね。
仕掛けが完成になります。全体としては、片側の先端に針を結んであり、もう片方の先端にサルカンが結んであるという仕掛けになります。竿に結ぶときはサルカン部分を、糸の本線と結んで針を魚にかけます。餌の魚にかけます。これで脳進化仕掛けが完成です。エレベーター仕掛けを作っていきたいと思います。針の部分の仕掛けについては先ほどと同じように針を結んで、逆側をサルカンではなくスナップ付きのサルカンを結びます。でエレベーター仕掛けの針側の仕掛けとしては、先端に針が来て、もう片方の先端にスナップがつきます。でこちらのスナップ部分を糸に通すことにより、こういう誘導式の仕掛けになります、はい、それでは続きまして、こちらのステイト付きの重りの方の仕掛けを作っていきたいと思います。でこちら重りの方については、現場で結べばいいので、上側にサルカン、下側にスナップ付きサルカンがついたステイトの部分を作っていきたいと思います。こちら重りをつけた糸はステイトになりますので、先ほどの針を結んだ仕掛けよりも、弱い糸で作ってください。もし寝かかった時などは、重り部分を結んでいる糸が切れるような仕掛けになります。で先ほどの針の仕掛けは8号のフロロカーボンで作ったので、ステイトの部分については4号のフロロカーボンで作っていこうと思います。で、重りが来る側にスナップ付きサルカン、そして、上側にサルカンを結んでいきます。結び方としてはどちらもダブルクリンチノットで結びます。で、ステイトの長さなんですけれども、こちらは釣り場の状況によって根がかりが多いところですとちょっと長めにとって、下が砂地のような特にストラクチャーがないような場所でしたら、まあ、短めにするといった工夫が必要ですので、このくらいがいいといった長さはないんですけれども、まあ、大体半広くらいで最初作っていきます。でその場の状況に合わせて、まあ、ちょっと修正をかけたりといったことをしています。ステイトの仕掛けとしては片側にスナップ付きサルカン、そしてもう反対側にサルカンを結びます。で、ステイトの先に重りが来て、こちらのサルカンの上にメインラインが来て、でそのメインラインに対して先ほどの針をつけた仕掛けがこういった形で動くことになります。これで、泳がせ仕掛けの脳進化仕掛けとエレベーター仕掛けが完成になります。本日の動画はここまでになります。この動画が見ていいなと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録お願いします。それではタコちゃんズでした。ありがとうございました。